運転台側、ロングフード側。GEU25 バイトは、1959年から1966年まで、ゼネラルエレクトリックが製造した、電気式ディーゼル機関車である。これ以前は、小型のスイッチャー等を製造していた GE が、本格的に大型機関車の市場に進出するに、あたって開発したものである。愛称は、u ボート 1940年から1953年まで GE はアメリカン、ロコモティブと共同で機関車の設計、生産、市場調査を行っていたが、その提携の解消後、GE は独力で U25 バイトを開発した。1959年、GE は輸出用の試作車である XP24 を2両製造した。それをもとに、 アメリカ国内向けに量産したのが本形式である。U25 バイトの開発とそのシリーズ展開の成功により GE は今日の機関車製造のトップメーカーとなる下地を築いた。本形式は従来のアメリカのディーゼル機関車には見られなかった。たくさんの革新的な考え方が投入されていた。機器室を輸圧し、フィルターで浄化した空気をディーゼルエンジンや 電送品の冷却用に、シルベ風するシステムは、保守の省力化に貢献した。U25 バイトの2500馬力という出力は、当時の四同軸のディーゼル機関車中、最大の出力を誇った。GMM 度の GP20 は2000馬力、アメリカンロコモティブの RS27 は2400馬力であった。最終的に478両という多数が、 製造された U25 バイトであったが、1980年代末から1990年代初頭にかけて多くが廃車され、わずかな量数が博物館に保存されている。U25 バイトへの代行車種として、GMM ドア GP30 を、アルコア、センチュリーシリーズを開発。どちらも U25 バイトの特徴をそのまま採用したかのような設計であった。 GP30 は短期間で U25 バイトを量駕する量数を販売したがセンチュリーシリーズはそこまでのヒットとはならなかった。試作車である XP-24 はショートフードが運転室と同じ高さまであるハイフード型でありかつ先端部が円柱状であった U25 バイトはほとんどがショートフードの高さが低いローフード型であるが一部に ハイフード型がある。運転室前面窓は、U25 バイトの初期のものは、ローフード型は1枚であり、後に2枚となった。後に、一部の車両が、試験的に2750馬力に出力アップされ、それが、U28 バイトに引き継がれた。本形式を2800馬力にしたものが、U28 バイトである。出力をそのままに、六同軸にしたものが、 U25C である。さらに出力を2800馬力にしたものが U28C である。3100号の製造名板サザンパシフィック鉄道で使用されていたロードナンバー310号がカリフォルニア州ペリスのオレンジエンパイア鉄道博物館の常設展示物として胴体保存されている。1963年に製造されたもので、 最初は7508号とされ、後に6800号となった。1976年には、アメリカ建国200周年を記念した白と青の塗装とされた。後に3100号に改版され、通常の塗装パターンに戻され、そのまま博物館に収納された。現在でも走行できるように整備され、時に博物館を離れて使用されることがある。また、 もう一両、ミルウォーキー鉄道で5056号として使用されていた1965年製の車両が、イリノイ州ユニオンのイリノイ鉄道博物館でレストア中である。ありがとうございます。